はい、どうも山本さんです。そこのお父さん、よく言ってくれました。男2人で YouTube 何ができるんだよって。だからチャンネル登録して力貸してくださいって言ってるんですよ。はい、皆さんこんばんは。ゆたっとごらんのゆたっとです。いや、喋らんのかい。本日の企画はタイトル見てもらったら分かると思うんですけど、あなたのプロ野球の思いあれですか、なしですか、という話題でやっていきますか。はい、はいはい、今のテレビね、集中しないでください、ね、ちゃんとやりましょう、YouTube は。はい、はいはい、じゃあね、まあ、プロ野球の応援はありかなしかっていうところで、はい、ですね、まあ、多分僕、大方の人はプロ野球、まあ、NPB っていうのはやっぱり、はい、そのね、何者応援っていうのが、まあ、僕ら生まれた頃からあった、はい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 、わけじゃないですか、はい、なんかメジャーリーグみたいになんかこんなんやってなんか USA とかなんか案内やってるっていうような環境で僕ら生まれてきたわけではなくて、はい、で、まあ、なおかつ球場にも行って、まあ、去年までね、普通に当たり前のものやとして見てきたものなんですね。はい、はい、で、今ね、それを失われようとしてるような状況になってきてると僕は思うんですよ。失われるような状況になってるかどうかっていう、なんで失われるんやとか、そんなわけないやろって思う人は、まあそれで思っといたらいいと思います、僕は。はい、でもただやっぱ僕らはそのプロ野球の応援っていうのは、はい、なくちゃいけないものだと思ってます。間違いない。はい、間違いない。まあ甲子園とかね、はい、まあ、東京ドームとか、うん、応援歌流れたりしてますけれども、はい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 、やっぱりね、生のその人間に応援されるっていう、まあ、今まで選手はそうやって、ね、当たり前のようにやってきたのがあるんですけれども、うん、やっぱまあそれがあってこそ、ね、やっぱ僕はもう NPB、まあ、日本のプロ野球やと思ってるんで、うん、まあ、それがなくなるっていうのは絶対にあってはならないことだと僕は思いますね、うん、確かに。だって日本の素晴らしい文化じゃないですか。 それって本当に素晴らしい文化だと思いますよ、それって、はい、それが一つの大事な文化がなくなっちゃうこの今瞬間で、まあ、この間の動画で自発応援のね、狙い撃ちの動画をね、上げさせていただいたんですけど、それでちょっと、まあ、まあ声出すのは良くないよみたいなコメントもいただいたんですけど、はい、まあ、そういうことをずっと言ってるとやっぱ本当になくなっちゃうと思うんですよね。で、なくなった時に文句を言うのがそういう人たちなんですよ、うん、あ、そうなんですよね。そう、ほんじゃあもうその時は文句一切言えないですよ。そうそうそう、もう一生プロ野球応援できないってなってもう文句言えないですよ。でも言うんですよ、うん、はい、だからそういうところは良くないほんまに。ありかなしかって言われたらもちろんありじゃないですか、皆さん。もちろんあり、絶対、はい、まあ、なしの人もおると思いますよ、はい、メジャーリーグみたいに日本のプロ野球も、うん、まあ、静かに見る、うん、まあ、そういうのがいいんじゃないかっていう意見もあるかもしれないですけど、うん、まあ、厳しいこと言っちゃうと、はい、そういう人はメジャーリーグ見といたらいいじゃないですかっていう。いや、でもそれってメジャーリーグのようでいいんじゃないかとか、うん、なんかその打球音が聞こえていいからとかっていうのって、僕それって応援ももうできないっていう風になっちゃったから、もうなんていうんですか、言い訳っていうか、うん、もうそっちにもう意見を勝手にこじつけちゃってると思うんですよ。確かに確かに確かに。ほんじゃだったらもう数年前普通に応援できてる頃からほんじゃそういう意見を言ってるじゃないですか。確かに。そういう意見って聞いたことないじゃないですか普通に応援してる時って。ない。急に応援できんってなった時にそういうことを言い出すじゃないですか、うん、そういうことだと思うんですよ。だからみんな結局心の中ではちゃんと応援したいと思ってるんですよ、うん、ほんじゃなんかその応援してる人見つけて、うわこの人応援してるダメだみたいな、そういうのを言うんじゃなくて素直に応援したいっていう気持ちをもっと表現していいと思うんですよね。はい、はい、っていうのは僕はもう皆さんに届けたいです。はい、この気持ちを。熱いですね。熱いっす。熱いすか。熱そう。ちょっと熱そうっつって。熱そうですね。全国のプレイヤーの皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。先生、はい、これまた明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。